心を躍らせ名前を呼ぶよメッピー心を躍らせ名前を呼ぶよメッピーはーい僕はブリッピーわーここはどこだろううわー素敵なお店だねあこれを見てここはアレグロパフォーミングアーツアカデミーだワシントン州ケントだよいいね僕の趣味はダンスだフォーイエーイワーオ君もここに来ればスタジオでダンスを踊ったりダンスレッスンに参加したりもできるよウフーとっても楽しそうだねよし行こうやっはーいこんにちは名前は私はエミリー、あなたは？僕はブリッピー、レッスンを受けに来た素敵ね、とっても楽しくなりそうじゃあどうすればいい？まず先にスタジオに入っておいて今日は私がレッスンの先生だからオーケーストレッチをしててねじゃあストレッチとウォームアップをしよう、行くよおーすごいねここがダンススタジオだこのスタジオでエミリーからダンスを習うんだうわぁ見てとっても滑らかな床だねほら輝いてるうわぁふふぅほら見てこれはそう鏡だよねやあハローはーいそうダンススタジオにはこんな鏡があるんだ動きをチェックするためだようイエーイわお自分で見られるね今のは決まってたよそうだエミリーとの会話覚えてるそうストレッチとウォームアップをするよ彼女が来てレッスンが始まる前にねそれじゃまずはじめにこうして靴を脱ごうおすっごく臭いねそれじゃ向こうに置いておこうよし、まずはストレッチだそう、できるだけ遠くまでじっくりと伸ばすよ怪我を防ぐためにねじゃあまず下に伸ばしていこうねえ、これを見ておお、つま先に届きそうふぅ、それじゃ次はウォームアップの時間だつまりいろいろな方法で体を動かしていくことだよ例えばジョギングをしたりいい感じだねもしくはスクワットうわそれかダンスの動きをやったりしてもいいようん僕好みだねを学びたい？いやあエミリー、うん、学ぶのもダンスも大好きなんだお願いまず初めに見てみる？うん、まず彼女のダンスを見てその後で踊りを教わるよすごく難しそうだったねでも僕も挑戦してみるよ教えてくれる？もちろんよよしそれじゃあまずはじめはしゃがみ込んで手を床について体を膝に近づけるのいい？ OK そしてこの姿勢のまま4カウントを頭で数える1、2、3、4次は星のポーズよ飛び跳ねて腕は空に向かって伸ばしてこの姿勢でまた4カウント数えてね5、6、7、8そして次にお尻を左右に振るの同時に腕も同じ方向に大きく振って1、2、3、4、5、6、7、8そう、okay. 次に教える技はブドウの木よいい？わかったでもブドウがないよそうじゃなくて動きの名前のことよなんだじゃあまず手を腰に当てて踏み出すのは右足からよまず横に出して
次に反対の足を後ろに踏み込む。ここで後ろ。そしてまた横に出して、4カウント目でジャンプをして手を叩く。プン。次は左へのステップから動き始める。横に足を出して、右足を後ろに交差。また左足を出して、いい？手を叩いてジャンプ。上手よ。どうも。じゃあ次は体の横から腕を力強く下に下ろして、それから左右にサイドステップよ。まずは右足を出して、右足、それから左足を揃えていく。揃える。左足を出して、右を揃える。右足を出して、左を揃える。上手よ。左足を出して、右を揃える。じゃあ次が最後よ。足を踏み出して、手は膝に置く。それから2回跳ね上がるの。いくわよ。1、2、それから拍手を2回。パンパン。音楽と同じテンポで叩いてね。わかった。よし、それじゃあもう一度やるわよ。1、2、パンパン。足は必ず大きく開いて。ああ、ダンスには自信が大切なの。わかった。自信だね。その通り。常に足と足の間は開く。閉じてるのは良くないわ。足は常に大きく開いておく。じゃあ今の動きをゆっくりと全体を通してやってみましょう。いいよ。それじゃあ頭の中でカウントしてね。8つよ。わかった。それだけ？それだけ。わあ、そうよ。一通り習ったから準備はできてるはず。そうだよね。きっと大丈夫。よし、それじゃ、うん、音楽スタート。1、2、3、4、伸びて。お尻よ。ぶどうの木。サイドステップ。跳ねて。拍手。やったね。素晴らしかったよ。よくやったね。君もすごかった。ありがとう、ブリッピー。こちらこそ、僕らにダンスの踊り方を教えてくれてありがとう。どういたしまして。ねえ、あれを見て。エミリーが踊ってるよ。行こう。こういうダンスのスタイルはジャズだ。とっても楽しそうだよね。ジャズはわかる？そう、音楽の一種だ。あは、これを見て。エミリーの動きが見える？そう、あの踊りはバレエだ。今はバレエのバーを使っているね。見てみよう。こういう踊りってとっても優雅だよね。うわあ。うわあ。今日はとっても楽しかった。ダンスをしたよ。うぅ。うわうわうわばあ。君はダンス好き？いいね。僕も好き。ダンスはたまったエネルギーをパーッと外に出したり、いい運動にもなる。健康的でいいよね。そうだ、いいこと思いついた。僕が君にダンスを教えてあげる。そうすれば一緒に踊れるはずだよ。楽しそうでしょ？イエーイ。それじゃまずはじめに、ダンスにとって大事なのはリズムだ。いい？どんな曲にもリズムがある。リズムの基本はビートだ。それじゃ今から僕が手を叩くからね。君も
同じタイミングで一緒に手を叩いて、僕にぴったり合わせて、いくよ。うまいね。その調子、わかる？イエーイ！これがリズムだ。いいね、できたよ。やったね。それじゃあもう一度やってみようか。でも次はリズムに合わせて足も一緒に動かしてみるよ。いい？いくよ。いい感じ。うまいね。2回だ。いいね。それじゃこれでもうよくわかったね。リズム、そしてビートだ。次はダンスの振り付けに入るよ。いいね。はじめに、わあ、これが見える？一体何の機械かな？そう、これはブルドーザーだ。ブルドーザーの動きを真似て踊るんだ。まずは両手を上げてみて、そしてブレードのように動かすんだ。いいね。ウィー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 。次に足も動かしていく。まるでブルドーザーみたいにね。いいね、その調子。見てよ、本物そっくりでしょ。ブルドーザーは大好き。おお。それじゃいい？今のが一つ目のダンスだよ。次は二つ目のダンスだ。とある動物を真似るカンガルーだ。いいね。どんな動物か知ってる？そう。おお、かっこいいんだよ。いいかい？カンガルーはものすごく高くジャンプできるんだ。それじゃ手をこう構えて、今から高く飛んでみよう。うわいいね。よし、君もきっとお家で高く飛べるはずだ。それじゃ次は3つ目のダンスに取り掛かろう。それは、そう、恐竜みたいだね。なんて種類の恐竜かな。そうだね、 T-REX だ。すごいね。 OK。 ところで T-REX のすごく面白いところは短い手だ。見て、こんな感じ。でも実はすごく凶暴なんだよ。だから荒々しく動くんだ。わあ、わあ、わあ。それじゃ今の動きをすべてリズムとビートに乗せるよ。いい？そして T-REX になりきる。わあ、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 わあ。わあ！よし、ダンスは3つあったよね。でもいい？ダンスにはリズムとビートも欠かせない。それじゃ音楽スタート。まず1つ目は、そう、ブルドーザーダンスだ。上手だね。土をすくって、わあ、とっても上手にできたね。君もよかったよ。本当に素敵なブルドーザーダンスだった。いいね。それじゃ2つ目のダンスに挑戦してみよう。覚えてる？動物ですごく高く飛ぶんだ。そう、カンガルーだね。いくよ。うわあ、ほんとカンガルーって最高。すごく高く飛べるんだ。ふう、切り替えるよ。それじゃ最後は3つ目のダンス、 T-REX だ。いくよ。わあ、わあ、わあ、
ヘトヘトだ。見てくれたね、とっても楽しかったよ。今日はダンスに挑戦した。ここアレグロパフォーミングアーツアカデミーからお届けしたよ。うわあ、ダンスは大好きなんだ。そうだ、君も近くに来たら僕みたいにクラスに参加してこういうユニークな動きを習ってみるといいよ。とっても楽しかったから。それか君が住んでいるところにある同じようなスタジオでも習えるはずだ。そう、いろんな種類のダンスがあるよ。例えばジャズやタップやバレエや、わあ、アクロ体操もね。とっても面白そう。さて今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリピー、ブリピー、やったね。それじゃ家に帰って今からお昼寝するよ。とっても疲れちゃった、はあ。さあ集まれ、楽しく学ぼう。心を踊らせ、名前を呼ぶよ。ブリッピー。はーい、僕はブリッピー。今日はワシントン州のハンズオンチルドレンズミュージアムに来てる。もうワクワクが止められないよ。君といろいろ学べそうだ。はっ、行こう。ついてきて。はっ、あはは、はい。ちょうどこの望遠鏡を使って最高の景色を眺めていたんだ。おお、うわあ、最高といえばみんなこの壁を見て。うわあ、たくさんのポンプが空気を押し出しチューブに送ってるんだ。よし、実験しよう。使うのは緑色のハンカチだ。ここに入れるよ。スカーフかな。行くよ。おお、おお、おお、おっと、出てきた。あはは、あはは、もう一回やろう。でも次はここを回して空気を違うルートに通すんだ。今のでさっき通った空気の通り道を塞いだよ。行くよ。3、2、1。おお、早いね。よし、次はこっちからだ。別の色で試そう。この黄色のスカーフと、あとオレンジ色のスカーフだ。行くよ。3、2、1。おお、足の下から。あはは、うふう、黄色、そしてオレンジ色だ。あれはなんだ。この作業台でロケットを作るんだね。そして壁の裏側で打ち上げるんだ。よし、まずはここにある土台に白い紙を巻きつける。よし、いいぞ。できた。それからテープを取って。テープは便利だよ。こうして2枚の紙同士をくっつけることができる。ほら見て、糊も使えるよ。でも糊はあちこちにくっついてしまうんだ。だから今回はテープを使う。よし、これでロケットの本体ができた。次はフィンを作ろう。ここに見本がある。難しいな。どう作るんだろう。これで合ってる？よしと、切ってみよう。元は長方形だよ。これをこうして切って、できたぞ。三角形だ。これを折りたたんでいくよ。一つできた。そしてもう一つ三角形ができたぞ。よし、折ってみよう。今作ったこの2つのフィンをロケットの胴体に取り付ける。ああ、すっごく頑丈なテープだね。よしと、貼るよ。いいぞ。これが
一つ目のフィンだ。どうかな？いい感じだね。それじゃもう一つも取り付けよう。これでよしと。いいね。どうかな？かっこいいよね。次はノーズコーンを作るよ。さっきと同じ紙を使う。いくよ。まずは小さな円を描くように切る。そして次はこうするんだ。半分が円の形になってる扇形だ。それから角を作る。次に全体を丸めていって、いいね、完璧だ。それから止めていくよ。うわー、もうすぐだ。最後にこれを本体に固定する。力作だ。見た目はいまいちだけど飛んでくれるといいね。おっと、他の人が作ったロケットだ。持って行ってみよう。きっと中にはうまく飛ぶのもあるはず。念のためにね。僕のが失敗した時のために。これはいいね、うまく飛んでくれそうだ。向こうに持ってってみよう。いいかい、これが発射台だ。それじゃあまずはじめにロケットを発射台にセットする。よし、まずは僕のロケットだ。それから圧力を加えるよ。これでよし。さてと、これが発射ボタンだ。打ち上げてみよう。 5 4 3 2 1。 わあ、飛んでいったぞ。イエーイ、やったね。僕らが作ったロケットだよ。次はリサイクル用のゴミ箱から拾ってきた方を試そう。こっちのロケットはどのくらい飛ぶかな。よし、行くぞ。いい感じに収まったよ。圧力をかけよう。ふう、よし、発射5秒前。4 3 2 1 0。おっと、あれ、ここ見て。だからこのロケットはゴミ箱に捨てられてたんだ。やっぱりゴミ箱行きだ。ついてきて。うわー、美術教室みたいだ。うわー、すごい。これを見て、誰かが手作りしたロボットだ。すごくかっこいい。だって芸術的な作品だからね。おっと、シンクもあるよ。ここで手を洗えるね。教室では手が汚れることもあるから。うわー、この場所は最高だ。なんてったってグルーガンがあるもの。電源を入れるとここにセットされた塊が熱で溶かされ接着剤になる。こんな風に一瞬でね。うわー、これを見て。この芸術作品は他の子が描いたものだ。わあ、どれも本当に素敵だね。それにとってもカラフルだ。おお、探検を続けよう。うわあ、ものづくりって楽しいよね。おお、やあ、どうも。はい。君は誰？私はブリン。おお、素敵な名前だね。作業場へようこそ。おお、作業場だって？へえ。何をするところなの？アートや工芸品を作れるのよ。ロボットを作ってペンキを塗ったり、それに絵も描けるわ。おー、面白そうだね。僕ができるプログラムはある？もちろん、冠を作らない？ああ、いいね。じゃあこの道具を使って好きに飾りをつけてみて。わかった、どうもありがとう。頑張って。それじゃあ一緒に冠を作ってみよう。よし、やるぞ。それじゃあ道具を出そう。うわー、こんなのが中に入ってた。これをこうして頭に巻くと、おっと、長さが足りない。ひらめいたぞ。僕に考えがある。これを使うんだ。ホチキスだ。こうして2つをつなげて、ほら、これでよしだ。こうすれば
頭の周りをぐるりと囲むことができるよ。ぴったりのサイズに調整していこう。完璧だ。止めるよ。これでよし。余ってしまった部分はここに用意してもらったハサミで切り取ってしまおう。よし、できた。見て、まん丸だよ。僕の頭にぴったりはまるよ。よし、いい感じだ。じゃあ余った部分は片付けておこう。さてと、次はここにあるものを使って飾り付けをしよう。まずはホチキスを戻して、次にマーカーを取り出そう。これで並々の青い線を描くよ。いいね、うまく描けたぞ。うー、イエーイ。次は何色にしよう。これだ、紫色。さっきのと被らないように並々の線を描くよ。うおー、さらにウィーン。裏側はこうしよう、ジグザグだ。うわー、線を引いたら、うー、お次は黒だぞ。うおー、いい感じになってきた。よし、できた。 OK。 じゃあ次の色は黄色だ。あー、なんだかこれって柔らかいね。こちょこちょこちょ、よし。くすぐったいや。よし、じゃあこの黄色をここにつけよう。こんな風に見えるかな。よし、いい感じになってきた。さすがだね。こっちにもう一つ、いいね。ここにも3つ目、完璧だ。できたぞ。少し位置を調整しよう。よし、これでどうかな。似合ってる。おっと、何か忘れてる気がする。多分これかな。あん、お花だ。よし、ここにつけよう。ほーら、似合ってるかな。我こそは王様ブリッピー。ふふふ、とっても面白かったね。チケットです。1枚いかがですか。僕の舞台を見てみませんか。ここで舞台のチケットを売ってるよ。君も舞台を見たい？イエーイ、きっと楽しいよ。じゃあ舞台裏で準備をしてくるね。また後で会おう。どうしよう、まずいぞ。全然準備できてない。おお、落ち着け。いいか、ブリッピー、大丈夫だ。君ならできる。大丈夫。よし、やるぞ。ご来場の皆様、ブリッピーです。テスト、テステス。はあ、よかった。皆様ようこそ。とっても面白いダジャレを用意しましたよ。はあ、よし。もしここで怪物が寝ていたら、二怪物。はあ、はあ、はあ、オッケー。グラウンドの地下で行われる行事は、モグラ運動会。まずいぞ、受けてない。なんとかごまかさなくちゃ。We'll be right back.
とっても楽しかったね。ワシントン州オリンピアにあるハンズオンチルドレンズミュージアムからお送りしたよ。さて今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリッピー、ブリッピー、やったね。僕はブリッピー。今日はカリフォルニア州の田中ファームに来てるんだ。ファームの意味はそう、農場だ。フルーツや野菜の収穫体験ができるよ。イエーイ。スーパーマーケットはいらない。今日は一緒に農場巡りだ。行くぞ。ほほほ、見てごらん、あそこにあるのはトラクターと2台のワゴン車だ。見に行こう。ツアーに参加すれば君もこんなに大きなトラクターに乗ることができるよ。すっごくワクワクするね。おお、誰かいる。やあ、こんにちは。僕はケニー。うん、ケニーだね。僕はブリッピーだよ。何してるの？トラクターにお客さんを乗せて農場を案内してるよ。わあ、僕らも乗せてもらえる？もちろん、どうぞ。やったね、行こう。見てよ、ここは人参畑だ。よし、またいでいこう。この葉っぱの下に人参の根がある。普段食べるのは土の下に埋まってる部分だ。だから人参は根菜と呼ばれる。いいね。収穫するためにまずどこにあるか探してみよう。こうして葉っぱをどけて、うわ、ここにたくさんあるよ。このオレンジ色が見える？ここだ。これが根っこだよ。でも土にすっぽり埋まってる。だから掘り返そう、このピッチフォークで。うわ、まるでフォークみたい。でもすごく大きい。よし、土を掘り返すぞ。うわあ、それから引っこ抜くよ。見て、一本取れた。はあ、これを見て、人参が取れたよ。うわあ、やったね。僕の大好物なんだ。色はオレンジ色。いろんな料理に使える。サラダや、それにキャロットケーキ。他にはスープも。美味しいよね。それに暗闇で目を見やすくしてくれる。うわあ、最高だね。そうだ、動物の中にも人参が大好きな仲間がいるよ。どんな動物かわかるかな？はあ、じゃあ探しに行こう。あー、かわいいね。見て、これはウサギだよ。わあ、この子の名前はアンディだ。素敵だね。さっき取った人参を食べてくれるかな？どうぞアンディ。ああ、お腹が空いてないみたい。いいんだ、地面に下ろそうか。ほら、よし、いい子だね。うわあ、ウサギは大好きだ。毛並みがすごく柔らかい。やあ、この子はピーナッツバター。隣の子はジェリーって名前。おお、もう1羽来た。よく食べてる。おっと、よし、いいぞ。大丈夫だよ。ほら、うわ、このニワトリはモダンゲームという品種だよ。そう、体は小さいけれどもう卵を産むんだ。見て、あい、かわいいね。わあ。それじゃピーナッツバターはおろそうか。そうすれば餌を食べられる。幼虫をね。ほら、どうぞ。よし、ね、こっちに来て。見せたいものがあるんだ。うわ、ここを見て、ほら、卵があるよ。そう、鶏が産んだ卵だ。うわ、卵が1つ、卵が2つ、卵が3つ、そして卵が4つ。この2つは大きい卵だね。こっちの2つは小さい卵だ。
でもこの2つもモダンゲームの卵ではないんだ。彼らの卵はもっと小さいからね。じゃ元の場所に戻しておこう。そして他の鶏を見に行こう。見てよ、おやつが大好きみたいだ。見て見て、これは人参だ。根の色はオレンジだ。僕の大好きな2色のうちの一つだよ。おお、見て、これは玉ねぎだ。うわー、ものすごく大きいね。こっちも見て、これも品種は同じだ。でもこっちは葉玉ねぎと呼ばれる。どっちもネギだけど全然似てないね。うわあ、これはロメインレタスだ。僕の大好物、ヘルシーなんだ。サラダにすると美味しいよ。うわあ、ここにあるのはビーツだ。うわあ、こっちのはゴールデンビーツで、こっちは普通のビーツ。おお、なんだこれを見て、可愛らしいね。これはラディッシュだ。色が素敵、なんていうかピンクっぽい赤だね。いいね、綺麗な色だ。うわ、見て、ほうれん草もある。小さなケースに入ってる。透明だね。ほうれん草は緑色だ。ここにある野菜には緑色のものが多いね。例えばラディッシュを見て、いい？食べられる部分の色はピンクっぽい赤色だ。でも葉っぱを見て、ここで光合成を行って根の成長を促すんだ。葉っぱは緑色だ、あまり食べないよ。うわー、ケールだ。ケールチップスはぜひ食べてみてほしいな。まるでポテチみたいだけどヘルシーなんだ。うわー、ドラムのスティックかな。違うね、これはサトウキビだ。うわー、これはすっごく甘いよ。うわー、これは長ナスだね。うわー、長ナスの色は紫だ。とても濃い紫だね。あ、すごいね。それにヘルシーだ。おっと、ここにあるのはセロリだ。それとこれはカリフラワー。うん。おっと、ペポカボチャも忘れないで。イエーイ。うわー、見て、まだあるよ。これはピーマンだ。イエーイ。隣を見て、こっちは赤ピーマンだ。見てよ、イエーイ。赤緑、赤緑だ。元の場所に戻しておこう。そして最後にトウモロコシの登場だ。僕の大好物さ。ブリッピー、着いたよ。イエーイ、すっごくワクワクする。わお、これは一体どんな食べ物だろう。よし、見てみよう。どこかな。その通路入ってみよう。わかった、ここね。よし。うわあ、これは何。これはスイカだよ。スイカか。うわあ、2種類あるみたいだね。ああ、この小さくて丸いのがクリームスイカだ。なるほど。そっちの大きくて楕円形のが普通の赤いスイカだよ。うわあ、収穫していい。ああ、選んでみよう。オッケー。じゃあそこにある黄色いのはどうかな。オッケー。真ん中のだ。これかな。ああ、わかった。どうやるの。持てば取れるよ。おお、やった、取れた。食べ頃になったんだ。うわあ、見てごらん、このスイカの形は円形だ、もしくは球体だね。よし、取れたぞ。よし、じゃあ次は僕の番。オッケー。赤いのを取る。うわあ、なんて大きいんだ。ああ、この形は何。これは球体かな。ああ、楕円形の球体みたいだね。もしくは卵型かな。よし、それじゃここに並べてみよう。ああ、いいぞ。おお、おいしそうなスイカだ。よしっと、いいかな。さて、
こっちは普通のスイカだ。だからもちろん中の色もわかってる。でも割ってチェックしてみないとね。ああ、見てみよう。うわあ、イエーイ。外側は緑色で中は濃いピンクもしくは赤色だね。うわあ、ここに種がある。黒いのと白いのがあるね。うん、オーケー。こっちのスイカは少し違うみたいだね。何が違うんだろう。こっちは果肉が黄色いんだ。ああ、なるほどね。だからクリームスイカと呼ばれるのか。割ってみてくれる？ああ、中を見てみよう。熟していれば綺麗に割れるよ。へえ。うわあ、今までにこんなスイカは見たことがないよ。見て、中の色が黄色だ。うわあ。よし、比べてみよう。黄色？赤色？黄色？赤色？どっちも美味しいよ。あは、うわ、味見してみよう。すっごく甘い。クリームスイカが気に入っちゃったよ。君はどっちの色のスイカが好き？黄色が好きだな。変わった味だけどすごく美味しいよ。そうだね、正直これはすっごく美味しい。食べてみる？おお、いちごだね。いちごもすっごく美味しい。もっと取りに行ってみようか。オッケー、この入れ物を見て。蓋付きのフードパックだよ。ほーら、二枚貝は知ってる？貝の仲間でこれと形がそっくりだ。パクパクパク。あは、それじゃあイチゴを20個収穫してみよう。うわあ、いっぱいだね。それじゃあいくよ。1 2 3 4 5 6 7。うわあ、8。9。10個目のイチゴだ。これで半分は取れたぞ。11 12。引く1だ。11。12 13 14 15 16 17。あともう少し。18。19。最後だ。20。いちごが20個フードパックに入ったよ。よくできました。わふう。わあ、この植物は何だろう。今までに見たことがないよ。すごいな。見てよ、背が高いね。トウモロコシの茎に似てる。でもトウモロコシではなさそう。うわあ。うわうわ。今のは危なかった。止まったぞ。着いたよ、サトウキビ畑だ。サトウキビ畑？今の聞いた？じゃあ間違いなくこれはサトウキビだね。うわあ、オッケー、行くぞ。やあケニー。やあ。何をするの？何本か切り倒してみよう。オッケー。うわあ、これがサトウキビだよ。いいのがあったぞ。おっと、うわあ、鋭いナイフだ。簡単に切り倒した。わ、これは何に使うの？そのまま吸い付いてもいいし、ジュースを絞り出してもいい。うー、料理に使える。砂糖にできるってこと？ああ。おお、砂糖キビから砂糖ができるんだ。うわあ、すごいぞ。うわあ、見てよこれ。いつもはただ皮を剥いてかじりつくんだ。うわあ、ここをかじればいいの？ああ。オーケー、こいつを剥がそう。
うわ、ナイフを使うときは十分に注意すること、わかるよね。ナイフを使えるのは大人だけだよ。ああ、いいね。すっごく美味しそうだ。かじってごらん。よし、行くぞ。うん。うん。美味しいサトウキビ最高。うわあ、これを見て。すごいね。なんて大きな植物なんだ。実はこれは花なんだ。すごく背が高いよね。この花はひまわりと呼ばれているよ。うわ、どうして名前をひまわりっていうか知ってるかな？その通り、お日様の方を向いて回るからだよ。うわ、ひまわりは種をつけるんだ。うん、おいしい。すごくヘルシーだよ。今日はとっても楽しかった。一緒に果物と野菜、種について学んだね。田中ファームからお送りしたよ。さて、今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。いくよ。ブリッピー、ブリッピー、やったね。それじゃまた遊ぼうね。バイバーイ。はーい、僕はブリッピー。後ろの壁を見てよ。うわあ、かっこいい文字だね。なんて書いてある？サイカートインターナショナルスピードウェイだ。イエーイ、今日はサイカートインターナショナルスピードウェイに来てる。ワシントン州だよ。ね、あれを見て。あっちも、なんだろう。そう、レーシングカートだよ。今日は一緒にレーシングカートについて学んで運転もしちゃおう。わあ、いっぱいあったね。そう、旗、フラッグだ。いい？レーシングカートに乗るときは指示に従うのが大切だよ。フラッガーのね。カートのエンジン音はすごくうるさいから声が届きにくいし、ヘルメットをしていたら聞こえないんだ。だからやり取りには色付きフラッグを使う。詳しく見てみよう。うわあ、これは何色かな？そうだね、このフラッグの色は緑だ。レースの開始を意味するフラッグだよ。この緑のフラッグが下ろされたらレース開始だ。うわあ、これを見てよ。そう、この旗の色は黄色だ。そう、黄色のフラッグだ。この旗を見たら速度を落とす必要があるよ。それと追い越しも禁止。コースで小さな問題が起きた時に注意してって伝えるためのものだよ。黄色信号だね。わあ、このフラッグを見て。うわあ、ほら、色は赤だ。道路の停止の印や赤信号と同じ。すぐに止まってっていう意味だよ。コースで大きな問題が起きているんだ。カートが何台かスピンしてコースを塞いでいるとか、例えばだよ。このフラッグを見たら停車しないといけない。ああ、別のフラッグだ。うわあ、この旗は何色かな？そう、僕の好きな2つの色の1つ。これは青いフラッグだ。もし君がこの青い旗を目にしたら、道の端に避けて道を譲るんだよ。例えば僕がすごくゆっくり走っていて、この青い旗を目にしたら後ろの車に道を譲るんだよ。コースを安全に走るためにね。おお、これを見て。黒いフラッグだ。つまり失格という意味だよ。なんてこった、嫌な響きだね。そう、このフラッグはわざと人にぶつかるとかいけないことをした時の旗。カートをぶつけて遊んじゃダメだよ。これはバンパーカーじゃない、レーシングカートだ。ウィー。ああ、見てよ、白いフラッグだ。最後の一周という意味だよ。お、これはつまりアクセルを踏んで勝ちに行けってこと。次は最後のフラッグだ。ほら、白と黒のチェック柄だね。レースの終わりを意味する。きっと君の勝ちだね。おほわ、これを見て。そう、これがレーシングカートだ。
今日はこれについて学ぶよ。ね、まずはパーツを見ていこうよ。わあ、とってもかっこいいね。見て、これはなんていう？そう、ここに座るんだよね。よし、ここはシートっていうんだ。うわあ、僕の手を見て。ウィーウィー。そう、これはハンドルっていうんだ。かっこいいよね。これで左に曲がったり右に曲がったりする。イエーイウィー。車やコースと同じようにレーシングカートにもハンドルがあるんだ。足で押してるものを見て。そう、これ赤いのだ。これはブレーキペダル。いい？これを踏み込むとレーシングカートは走るのをやめるんだ。こっちにもあるよ。これは何色かな？そう、これは緑だね。緑はどんな意味？そうだね、進めだ。わはははははお、これを見て。ほら、レーシングカートのいいのは安全なところだよ。だってほら、シートベルトがある。忘れないでね。シートベルトは常につけるんだよ。いい？それからヘルメットも必ずかぶってね。わあ、ここを見て。ど真ん中だよ。ここの穴からカートに入れるんだ。燃料をね。この車はガソリンで走るよ。開けてみよう。わあ、満タンまで入ってるね。これで準備はバッチリ。ところでカートのエンジンを見たことはある？来てごらん。行くよ。うわあ、これだ。カバーを外してみよう。うわあ、これがレーシングカートのエンジンだよ。おお、この中で力が生み出される。ガソリンがここに入って空気と混ざって、それからスパークプラグで火がつき、その結果力が生まれるんだ。うわあ、素晴らしいマシーンだね。それじゃそろそろレーシングカートに乗ってみようか。うわあ、カートがたくさんあるね。記録を塗り替えるのが楽しみだよ。お、来て。うわあ、ここにあるカートを見てよ。ほら、どのカートにも赤いナンバープレートがついてる。かっこいい。わあ、こっちのレーシングカートを見てよ。こっちはどの車にも黒いナンバープレートがついてるね。おお、たくさんあるね。来て。お、これを見て。なんていう数字かな。まず1と、そして6がある。そう、16だね。イエーイ。うわあ、同じ数字が2つ並んでる。両方とも数字は2だね。2が2つ。この数字は何？そう、22だ。やったね。そうだ、君に簡単な算数の問題を出すよ。計算して。1足す2は1足す2 1 2。お、1、2、3だ。そう、答えは数字の3。イエーイ。レーシングカートって面白そうだよね。そうだ、前で1台選んでコースに出てみようよ。どうしよう。それじゃあこれにする。よし、乗っちゃうよ。わーわーわー、準備がまだだ。カートに乗るときは安全が大事だよ。ヘルメットを選びに行こう。わはははは、この中から一つヘルメットを選んでいくよ。おお、ワクワクするね。見て、まずはこのヘルメットだ。いいね、これすっごくかっこいいよ。色はまず緑、黒、白。うわあ、そして銀色だね。おお、うー、僕の大好きな色を使ってるのもあったよ。イエーイ、青いヘルメットだ。うわー、とってもかっこいいね。
わあ、これを見てよ。イエーイ、これは何色かな。そう、この色はピンク。とっても素敵だね。レースで走るときは頭を守るためにヘルメットが必要なんだ。忘れちゃいけないのが赤だ。うわあ、これを見て。ウィーウィーウィー。最後に紹介するヘルメットは、ほら見て、黄色だ。イエーイ、とってもいい色。黄色といえば太陽の色だね。イエーイ。さてと、ここにはたくさんの色のヘルメットがあったね。君なら何色を選ぶ？ははは、それもいい色だ。でも今すぐに必要なんだよね。思いついたぞ。自分で用意した装備を使うのはどうかな。ズボン。イエーイ、フフー、手袋だ。おおほほほほ、イエーイ、ウィー、ヘルメット、イエーイ。それじゃあ準備はできたよ。はは、行こう。よし、準備は完璧だ。ああ、カートに座った。安全第一。ヘルメットをかぶって、シートベルトを忘れずに締めたよ。よし、ブリッピー、準備はできたね。最高記録は 23.3 秒。新記録出せる？任せて、覚悟はできてるよ。ちょっと待って、タイムはどう？ 23.29 秒、新記録が出ました。うわー、これを見て。イエーイ、イエーイ、うわー、いやー、すごかったよね。僕の走りを見てくれたかな。レーシングカートって大好き。うわあ、今日はとっても楽しかった。サイカートインターナショナルスピードウェイからレースをお届けしたよ。ふっふっふ。さて、今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ、僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリッピー。ブリッピー。やったね。ははは。それじゃ、また会おうね。バイバイ。